本当にこの自国開催のパラリンピックという最高の舞台に立って、これまでコーチや仲間と共に積み重ね磨いてきた努力と、またこれまで多くの方々にサポートしていただきましたが、その方々の思いがこうして個人戦の金メダル、チーム戦の銅メダルという形で証明することができたことを本当に嬉しく思っています。まずは無事に東京パラリンピックを開催していただけたこと、また無事に終えることができたこと、本当にそこに感謝の気持ちでいっぱいでして、その中で今回東京パラリンピックでは銀メダルを獲得することができて、自分自身も嬉しい部分もあり、ただメダルを獲得できたことに嬉しさはありますが、やはり金メダルではなかったので悔しさも残ってはいます。本当にパラリンピック中もたくさんの方に応援、またボランティアの方をはじめたくさんの方にサポートをしていただき、本当に安心して本当に心強く試合に挑むことができました。今回のパラリンピック、まずは開催自体も危ぶまれた中で、本当に多くの方々の我々の見えないところでご尽力くださった方々、ボランティアの方々、本当に聞き上げてるかもしれませんが、本当にもうそういった方々への感謝というのがもう本当に今回の大会を表す一言なのかなと、もう常々考えながら競技に大会中取り組んでいました。平常心のように見えてるんですけど、実際はめちゃくちゃドキドキしてますし、ミスをすればやばいと思っていますし、そのミスをしたとしても、自分の中でそれを引きずらないようにとか、そういう気持ちでは戦ってはいるので、そういった部分で周りから見たら平常心に見えたりだとか感じるのかなと思います。本当に皆さんのご声援やご支援のおかげで大会を開催していただいて、また良い結果を残すことができたと思っています。本当に皆様には感謝をしています。次パリに向けて、シングルスダブルスともに次は優勝できるように、これからも頑張っていきたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。このコロナの世界的な危機の中で、開催していただけたことは本当に嬉しく思ってますし、関係、いただいた全ての方々に本当に熱く御礼を申し上げたいと思っています。結果としてはシングルス、ダブルス両方とも、金メダルを目指していたんですけども、それが届かなかったので、パリ大会に向けて、強化を図って、パリ大会では、全ての種目で金メダルを取れるように、改めて強化をしていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。地元東京開催ということで、しっかり皆さんに見ていただいて、その中で今回女子ダブルスで金メダル、シングルスで銅メダルを取ることができて本当に嬉しく思っています。皆さんのご声援のおかげです。ありがとうございます。皆さんの応援が本当に力になったなとすごく試合中も感じていました。その中でシングルス金メダル、ダブルス金メダル獲得できてすごく嬉しいです。たくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとう。まず今大会コロナウイルスの状況で開催も難しい中、開催してくださったことにすごく感謝の気持ちでいっぱいです。でそんな中でパラバドミントンが新競技で、自分としても子供の時からずっとバドミントンをやってきて、このような素晴らしい舞台に立てたことはすごく、誇りに思ってます。本当に夢のような、時間でした。はい。
本当にこのコロナの状況の中で開催されたっていうことが本当に私たち選手にとっては本当に、ま、本当にありがたいことで、ま、正直開催が決まってからも少しこう気持ちの面では複雑なところが大きかったんですけど、でもやっぱり周りの応援してくださる方の声っていうのを聞けた時に、あ、この大会で自分は挑戦していいんだなっていうふうに思えて、そこから本当にこう集中して大会までやってくることができました。ま、シングルス、ミックス、ダブルス、2種目出て、ま、最初から目標はもうメダル獲得っていうところだったので、ま、それが達成することができて、まずは本当にホッとしました。それと同時にやっぱりやってきたことっていうのが試合で出せたっていうのはすごく嬉しかったです。ありがとう。ありがとう。このコロナ禍で、大会を開催していただいて本当にありがとうございます。その中で、ま、結果を銅メダルということで残せてほっとしています。で、都民の皆さんにもすごい沿道で手を振っていただいたりとか、そういったものを感じることができて、本当貴重な経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。たくさんのサポートやご支援ありがとうございました。会場が代々木っていうことで渋谷区だったんですけれども、渋谷区からですとか東京の本当にバス乗ってて、沿道からですとか、たくさん応援ご声援いただいて、すごいパワーになってこうやって結果を出すことができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。皆様の応援のおかげで金メダルを獲得することができました。応援ありがとうございました。本当に多くのご声援ご支援いただきまして、念願のオリンピック出場、金メダル獲得をできました。選手は引退しましたが、今後もいろんな方を支えられるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。東京オリンピックではたくさんのご声援ありがとうございました。無観客という形でしたが、皆様のさまざまな応援が力になり、最後まで戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。皆さんの応援が力になりました。東京オリンピックでの応援ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。東京パラリンピックではたくさんのサポートと応援をいただいて、競技会を思い切り楽しむことができ、また力を発揮してメダル獲得をすることができました。たくさんの応援が本当に力になりました。ありがとうございました。皆様の応援が本当に力になり、その結果でメダルを獲得することができました。ありがとうございました。今回は皆さんのご声援のおかげでユニバーサルリレーで銅メダルを獲得することができました。3年後のパリのパラリンピックでは個人で金メダルを獲得を目指します。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当にたくさんの応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげでこの結果につながったと思います。東京2020大会では本当にたくさんの応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで見事銀メダル、そして自己ベストを更新することができました。3年後のパリでも、
また活躍できるように頑張ります。ありがとう。ありがとう。今大会は皆様の応援のおかげで出場したすべての種目でメダルを取ることができました。本当にありがとうございました。これからも応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。東京2020大会たくさんの応援本当にありがとうございました。ずっと目標にしてきた金メダルを取ることができてとても幸せな気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。今回の東京パラリンピックは皆様の応援のおかげで力を発揮することができとても良い大会にすることができました。心より感謝申し上げます。これからまた次のパリパラリンピックに向けて皆さんの応援をいただいてさらに頑張っていきたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。東京2020では皆さんの応援が本当に力となりました。これからの新たな目標に向かって精一杯頑張りたいと思いますのでぜひ応援をよろしくお願いします。2020大会では本当にたくさんの応援ありがとうございました。たくさんたくさんパワーをもらいました。本当にありがとうございました。皆さん応援ありがとうございました。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆さんのたくさんの応援のおかげで銅メダルを獲得することができました。ありがとうございました。皆さん東京パラリンピック車椅子ラグビーの応援ありがとうございました。皆様の応援のおかげで銅メダルを獲得することができました。ありがとうございます。応援ありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆さんのおかげで扉が開けた、そんな気がします。本当にありがとうございました。この度は、皆様の、ご声援の中、とても、素敵な舞台に立たせていただきました。金メダルは取れませんでしたが、まずは一歩進めたかなと思っています。この銅メダルは私の、次の3年後のパリに向けての第一歩なのでこの銅メダルを大事にしてまた皆様に素敵な柔道を届けたいと思っています。ありがとう。ありがとう。I've been running all my days, and all my troubles have found a better way. Hope is yours today. 東京オリンピック・パラリンピックに参加し、携わり、応援してくれたすべての方に感動をありがとう。応援をありがとう。元気をありがとう。
いろんなことがあったけど、ありがとう。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 様にお知らせします。感染拡大防止にご協力をお願いします。 Attention please. We ask for your cooperation to prevent the spread of infection. マスクの着用、こまめな手洗い、手や指の消毒をお願いします。 Please wear a mask, wash your hands frequently, and disinfect your hands.大きな声での会話や応援などは控えてください。Please refrain from talking or cheering loudly. ハイタッチや握手などは控えてください。Please refrain from high-fiving or shaking hands. 周りの人たち、スタッフなどとの距離をとってご利用ください。Please keep a safe distance from people around you, staff, etc. 具合が悪いときは、無理せず、お近くのスタッフにお知らせください。If you feel unwell, please do not overdo it and inform the nearest staff member. 咳やくしゃみが出るときは、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻を押さえる咳エチケットへのご協力をお願いします。Please try to always cover your mouth and nose using a mask, tissue, or handkerchief when you cough or sneeze. それでは定刻となりましたので、協議会を始めさせていただきます。本日は年末の大変お忙しい中、本協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日はオンラインと併用で開催いたします。私は事務局を務めます、東京都オリンピック・パラリンピック準備局、大会企画調整担当部長の中島でございます。着座のままで大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。それではまずオンラインの皆様、事前に送付しております本日の資料を確認させていただきます。議事次第、出席者名簿、資料1から資料5をお送りしております。会議中、説明資料は画面に共有いたします。会場にお集まりの皆様はステージ上にある大型スクリーンに投影し、お手元のタブレットにも表示いたしますので、合わせてご参照ください。本日の会議には東京2020大会で使用した多言語放送システムを導入し、発言を日本語と英語で表示いたします。会場では大型スクリーンの両脇にある小さなスクリーンの方に日英の字幕をご覧いただけます。Zoom でご覧いただいている方からは質問やご意見をお寄せいただけます。Zoom 画面のツールバーにあります Q&A をクリックして内容を入力し、送信してください。ご紹介は時間の許す限り会の最後に一括して行う予定です。それでは開会に先立ちまして、小池都知事の協議会構成員の皆様宛てのビデオメッセージをご覧ください。皆様こんにちは。東京都知事の小池百合子です。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた多言語対応は、官民68の団体からなるこの競技会を中心に進めてきました。8年間皆さんと共に取り組んできた競技会も今日最終回を迎えます。はじめに安全安心な大会の開催にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。東京2020大会は史上例を見ない無観客での開催となりました。残念ながら海外からの観戦客、観光客の方々に駅やホテル、小売店などで多言語対応の成果を存分に披露することは叶いませんでした。しかしオリンピックでは約4万4000人の、パラリンピックでは約1万4000人の選手と関係者の方々が世界中から訪日されております。競技会場、選手村、メインプレスセンターなどで案内サインや翻訳アプリなど、この競技会の取り組みを導入いたしました。ボランティアの方々にもご活用いただいています。多くの選手、関係者から称賛された日本のおもてなし、多言語対応はその一翼を担いました。また多言語音声翻訳技術は8年という時を経て、AI による精度の向上などで企業の商用利用を大幅に拡大させています。毎年開催してきた多言語フォーラムでは、このような最新製品のデモンストレーションを行ってまいりました。自動翻訳機や翻訳アプリが誰にとっても身近な存在になるなど、目覚ましい成果を上げています。これらのレガシーをさらに発展させ、言葉の壁を取り除く、そのことは東京の多様性を高めることにつながります。誰もが暮らしやすい共生社会につながっていきます。外国の方々がスムーズに移動し、より安心快適に過ごすことができる環境を提供してまいりましょう。東京都も交通や観光などさまざまな分野で多言語化を推進いたします。これからも引き続き皆様のご協力お願いいたします。ありがとうございました。続きまして、本協議会の共同座長、東京都の潮田副知事からご挨拶申し上げます。潮田副知事、よろしくお願いいたします。共同座長を務めさせていただいております、東京都の副知事の潮田でございます。委員の皆様方には、年末の大変ご多忙の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。多言語対応協議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。9月5日に東京2020大会が閉幕をしまして、あっという間に3ヶ月が過ぎました。コロナ禍という1年延期、無観客という厳しい状況での開催となりましたけれども、安全安心な大会として開催することができましたのも、本日ご列席の皆様をはじめ多くの方々のご支援ご協力にいただいたことによるものでございます。皆様方には心から御礼を申し上げたいと存じます。平成26年に設置しました本協議会も今回が最後となります。この間各分科会をはじめとした皆様方のご尽力によりまして、多言語対応の取り組みは大きく大きく前進をいたしました。本日は大会時の取り組みや多言語対応状況調査の速報、協議会の総括などをご報告をいたします。また実際の現場での取り組みといたしまして、丸善純駆動書店の古谷文久様にご登壇いただきまして、小売業のお立場で実体験、あるいは日本人外国人観光客への期待感、店舗での多言語対応の実例などをお話しいただきます。さらに早稲田大学教育学部のバックハウス教授に協議会の公表をいただきたいと思っております。約8年間の取り組みが訪日外国人が快適に過ごせる共生社会の実現にどのようにつながっているのか、教授と一緒に振り返りたいと思っております。併せて本日導入している
多言語放送システムを使って翻訳のデモンストレーションを行っていただきます。翻訳スピードや精度の進化をぜひご覧ください。協議会は本日をもって閉会いたしますが、多言語対応への取り組みはこれで終わりではございません。コロナ禍が収束を迎えれば、また日本東京に海外から多くの方々をお迎えすることができ、これまで協議会で培ってきたさまざまな成果は必ずや生きてまいります。都としても訪日の促進に取り組みますとともに、今後も日本に来られた方々が快適な環境で安心してお過ごしいただけるよう、皆様とともにさまざまな対策を推進していきたいというふうに考えております。引き続きご協力のほどよろしくお願い申し上げます。はなはだ簡単ではございますが、開催にあたりましての私からのご挨拶とさせていただきます。皆様本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。それでは議事に移らせていただきます。本日ご参加の皆様のご紹介につきましては、恐縮ですが出席者名簿を持って返させていただきます。ここからの進行は潮田座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは議事を進めてまいります。本日は議題が大きく5つございます。まず議題1、各分科会 PT の総括報告について事務局から説明をお願いします。事務局から各分科会プロジェクトチームの総括報告をいたします。次お願いします。これまでの協議会の歩みです。2014年平成26年に協議会が発足、交通、道路、観光サービスの3分科会56団体からスタートし、基本的な考え方をもとに各分科会の取り組み方針を策定しました。2015年にフォーラムを初開催、2017年に小売プロジェクトチームが発足、構成員も68団体に拡大し現在の形になり、2018年には小売業の多言語対応ガイドラインを策定しました。そして2021年東京2020大会が開催され、海外からの選手関係者をさまざまな多言語対応でおもてなしいたしました。次に各分科会プロジェクトチームの取り組みをご紹介します。次お願いします。最初に交通分科会の取り組みです。次お願いします。交通分科会ではケーススタディとして多様な交通機関が乗り入れる新宿駅を対象に基本ルールを作成し、その中で多言語表記についても位置づけました。この新宿駅の取り組みを事例に渋谷、池袋など主要ターミナル9駅にも広げ大会を迎えました。例えば資料中断指示サインの整備で、整備前の京王新線の英語表記は京王新線ラインと京王ニューラインの2種類でしたが、整備後は京王ニューラインに統一するなど案内サインのレイアウトを整理改善しました。次お願いします。新宿駅のマップは4言語で作成配布し、 GPS が届かない屋内でも使える案内誘導アプリの開発にも協力しました。これらの取り組みをレガシーとして案内サインの統一化を各駅に拡大するなど、引き続き取り組みを進めてまいります。次お願いします。道路分科会の取り組みです。次お願いします。都道での取り組みとして、2016年に外国人を含めたすべての人に分かりやすい道路案内標識の整備に向けた東京道しるべ2020を策定し、資料左側の括弧1、整備内容の通り、ローマ字から英語表記の切り替え、ピクトグラムの追加などを実施しました。資料右下の括弧3、整備状況の通り、都道では2019年度までに約1万500枚の道路案内標識の整備を完了しております。次お願いします。資料右側に、後ほど事務局の取り組み状況等報告でご紹介する外国人意識調査の結果を掲載しています。道路案内標識について約 96% の方が分かりやすくなった、自国の標識と比較して
80% 以上の方から内容が分かりやすいと回答いただきました。今後も道路案内標識の改善に取り組み、都市環境の向上を目指してまいります。次お願いします。観光サービス分科会の取り組みです。次お願いします。資料下段、東京都の取り組みをご覧ください。観光案内標識等の設置や多言語メニュー作成支援サイト EAT 東京の運営、宿泊施設等向けの多言語コールセンターの設置など事業者への支援を実施しています。次お願いします。本分科会では飲食店の取り組み方針、宿泊施設の取り組み方針を定めました。資料下段が構成団体の取り組み実績です。多言語によるメニュー使用食材表示対応の店頭表示やホームページの多言語化、手引き作成などが実施されました。今後も協議会の取り組みを継承し、官民連携して多言語対応を推進してまいります。次お願いします。最後に小売プロジェクトチームの取り組みです。次お願いします。2017年に設置された小売プロジェクトチームは協議会の中で唯一民間団体が事務局を担い、手探り状態からのスタートでした。2018年度に小売業の多言語対応ガイドラインを策定し、東京2020大会に向けて小売業の多言語対応を進めました。2021年度は JNTO 日本政府観光局と連携し、感染症対策ピクトグラムを公表しました。次お願いします。こちらのページと次のページではガイドラインの概要とガイドラインを使った多言語対応活用セミナーを紹介していますので、後ほどご覧ください。2枚めくってください。本取り組みのレガシーです。大会を契機として小売業は多言語対応に向けて一丸となることができました。資料下段の3つ目の四角に記載の通り、今後は観光庁と小売業で年2回程度小売業の訪日ゲスト対応力向上協議会を開催するなど、引き続き多言語対応に取り組んでまいります。次お願いします。2018年に協議会で作成した多言語対応普及啓発映像、外国人旅行者の気持ちになって歩いてみようの一場面から切り取って協議会の取り組みを紹介しております。こちらの動画は東京動画からご覧になれますので、ご活用いただければ幸いです。以上で協議会の総括報告を終わります。ありがとうございました。協議会で策定いたしました多言語対応の考え方は、各分野の多言語対応に継承し活用してまいります。引き続き皆様方とともに取り組んでまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして議題に国の取り組み状況と報告です。それでは観光庁の軽部外客受け入れ参事官からご説明をお願いいたします。はい、観光庁参事官の軽部と申します。本日はこのような説明の機会を頂戴いたしましてありがとうございます。それでは私の方から国におきましてインバウンドの受け入れ環境整備として進めてまいりました多言語対応について説明をさせていただきます。次お願いいたします。まず我が国のインバウンドの目標と進捗状況についてでございます。政府におきましては2016年平成28年3月に明日の日本を支える観光ビジョンを策定いたしました。このビジョンにおきましては訪日外国人旅行者数2020年4000万人2030年6000万人等の目標を掲げ、これらの達成を目指し戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワークの拡大などに取り組んでまいりました。これによりインバウンドは新型コロナウイルス感染拡大前の2019年令和元年には史上最高の3188万人にまで増加いたしました。次お願いいたします。先ほど申し上げましたようにインバウンドにつきましては2019年令和元年に史上最高を記録いたしました。しかしながらその後2020年令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により対前年比マイナス 87.1% の412万人と大幅に減少しております。ご覧のとおり今年に入ってからも同様の傾向が続いてございます。
なお、本日の資料にはございませんけれども、最新のデータ、先週公表いたしました今年11月のインバウンドにつきましても、対2019年同月比マイナス 99.2% の2万700人となっております。次お願いをいたします。これまでに取り組んできた受け入れ環境整備の概要でございます。2020年東京オリンピック・パラリンピックも契機に増加するインバウンドに対応した受け入れ環境整備を政府一丸となって進めてきたところでございます。大きくストレスフリー快適に旅行を満喫できる環境の整備、安全安心な旅行環境の整備の2つを柱に、補助金等の各種支援策も講じながら各種多様な取り組みを進めてまいりました。具体的には例えば迷わず行けるいつでも必要な情報を入手できる環境の整備といたしまして、多言語案内 Wi-Fi の整備も重点的に進めてまいりました。次お願いいたします。受け入れ環境整備を進める上では各種支援制度の活用も図ってまいりました。2018年度平成30年度からは創設された国際観光旅客税も活用し、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を進めてきたところでございます。この中で ICT も活用した街中での多言語対応の充実強化を支援してまいりました。具体的には二次元バーコードも活用した多言語観光案内標識の一体的整備、観光スポットの掲示物ホームページ等の多言語化、多言語翻訳システム機器の整備、多言語翻訳用タブレット端末の整備、またデジタルサイネージの整備、多言語音声ガイドの整備、 AI チャットボットの整備など最新の技術も取り入れながら各地の取り組みを支援してきたところでございます。次お願いいたします。先ほどの街中と同様に公共交通機関につきましても国際観光旅客税を活用した受け入れ環境整備の方を進めてまいりました。特に多言語対応につきましてはキャッシュレス対応やトイレの洋式化などと一体でその整備の支援を図ってきたところでございます。具体的には多言語表記、スマートフォンアプリの活用等による案内放送の多言語化、タブレット端末、携帯型翻訳機、多言語覚醒装置等の整備、多言語バスロケーションシステムの設置といった取り組みを支援してまいりました。次お願いいたします。公共交通機関におけるインバウンド対応でございますが、国際観光振興法に基づく外国人観光旅客利便増進措置としても進めてまいってきたところでございます。外国語等による情報の提供についてもこの措置の一つといたしまして、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要となる情報を外国語等で提供することを事業者に求めております。なお外国人旅行者の利用が特に多いと考えられる主要線区である成田、羽田等の主要7国際空港へのアクセス路線、あるいは新幹線、主要都市部における路線、主要観光地へのアクセス路線、こちらの方を中心といたしまして外国人観光旅客利便増進措置ガイドラインに即した対応が2020年度令和2年度中におおむね完了しております。次お願いいたします。多言語化を進める上では分かりやすさの観点から外国人目線に立っての表記の統一性、連続性を確保するなど措置を講ずることも重要でございます。このため観光立国実現に向けた多言語対応の改善強化のためのガイドラインを策定し、多言語対応の改善強化につなげてまいりました。次お願いいたします。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催にあたりましては夏場の開催となることから熱中症対策も重要な課題となっておりました。そこでインバウンド向け災害時情報提供アプリセーフティーティップスについて熱中症情報を分かりやすいサイト構成説明文に見直すなどの改良を加えたというところでございます。またオリパラ推進本部事務局あるいは組織委員会と連携いたしまして関係者向けにセーフティーティップスのポスターを掲出し周知の強化もさせていただいたというところでございます。次お願いいたします。これまで説明させていただきました施策等を通じまして2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催も契機に我が国の受け入れ環境の整備は着実に進んでまいりました。その結果インバウンドへのアンケートの結果を見ますと多言語対応等で困ったと感じる割合は年々低減の傾向となっております。例えば観光案内板地図等の多言語表示の少なさ分かりにくさこうした項目につきましては
2017年度平成29年度の 21.8% から2019年度令和元年度の 11.1% と不満を感じる割合がほぼ半減となっております。今後とも関係者との連携を深めながら多言語対応をはじめといたしまして、受け入れ環境の充実強化に向けた取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております。私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。軽部参事官ありがとうございました。ご紹介いただきました外国人旅行者アンケート調査結果では多言語対応が進展している様子が伺いました。引き続き訪日外国人旅行者がストレスフリー快適に旅行を満喫できる環境や災害など非常時においても安全安心な旅行環境の整備に向けた取り組みを進めていただきますようお願い申し上げます。続きまして議題の3、事務局の取り組み状況等報告です。それでは事務局からお願いをいたします。事務局の取り組み状況等についてご報告します。次お願いします。協議会構成員の多言語対応の主な取り組みについてです。次お願いします。今年9月に協議会構成員を対象に調査を実施し、54団体から回答をいただきました。ご協力いただきありがとうございます。2、結果概要では丸1、2014年以降に多言語対応に取り組んだ団体は47団体、丸2、具体的な取り組み事例では多言語対応ツールの利用が 77.8% で最も多い結果となりました。丸3、今後の予定では33団体が予定しており、丸4、今後予定している対応は現在の取り組みの継続実施が 38.9% となっています。次お願いします。具体的な取り組みの一部をご紹介します。丸2、ホームページ等の多言語化は25団体が取り組み、 JR 東日本のホームページでは9言語に対応しています。次お願いします。丸4、翻訳アプリ、翻訳機など新たなツールとしてマスクと翻訳機が一体化した翻訳機能付きマスクを羽田空港が導入しています。次お願いします。多言語対応状況調査の中間報告速報値です。今回は集計が完了した速報値をお知らせし、全体の調査結果は年度末に公表する予定です。次お願いします。事業者調査の概要です。今回協議会構成員と傘下の企業などを対象に調査を実施し、391事業者から回答がありました。2、基礎情報では2019年2月からの1年間に外国人が利用したかという問いに対し、利用したは全体の約半数にとどまりましたが、多言語に対応しているかという問いに対しては全体の 90% 以上が実施していると回答しました。次お願いします。3、調査結果では1、職種別の多言語対応詳細で看板などの案内表示についてはすべての職種で1上位となっております。宿泊と小売ではホームページ、飲食ではメニューの取り組みが進んでおり、職種ごとのニーズに合わせて対応がされています。2、多言語以外の環境整備状況ではフリー Wi-Fi の設置、キャッシュレス決済の対応、感染症対策ピクトグラムの掲出など受け入れ環境の整備が進んでいます。次お願いします。外国人意識調査についてです。今年9月に関東近郊在住の外国の方に多言語対応の取り組みについて質問し、406人から回答をいただきました。回答者の大半が日本在住歴5年以下、3、40代が最も多く、居住地は東京が7割でした。調査結果では1、大会時の多言語対応で分かりやすいものは会場案内サイン、ボランティア等による対応が6割を超えています。2、駅を利用する際に確認したい情報では目的地に近い改札口、電車やバスの乗り換え情報で6割を超えており、
新宿駅の看板のデザイン統一については8割以上から情報が分かりやすくなったと回答いただきました。丸3、東京の道路標識についてでは、道路標識が分かりやすくなったポイントとして著名地点案内の新設、ピクトグラムの追加が7割を超えています。丸4、飲食、宿泊、買い物をする際に確認したい情報では、すべての分野で価格がトップ、その他は飲食店では料理のジャンル、宿泊施設では観光案内、買い物では決済方法なども高くなっていました。次お願いします。東京2020大会時の多言語対応状況についてです。次お願いします。大会では海外の選手、関係者に向け、さまざまな多言語での取り組みを実施しました。本日はその一部をご紹介します。丸1、ピクトグラム等による会場案内では、表示は日本語と英語、ピクトグラムが基本で、アクセシビリティに配慮し、単色背景、ユニバーサルデザインフォントで誰もが見やすく、分かりやすい表示としました。写真は馬術とアーチェリー会場の案内表示です。感染症対策の注意喚起看板は、ピクトグラムを大きく表示することで、言語が分からなくても直感的に注意事項を理解できるようにし、同様の案内をデジタルサイネージや大型モニターなどにも表示しました。丸2、ボランティアによる対応では、会場内のボランティアは対応言語を腕章に表示し、選手や大会関係者の通訳のほか、会場内の案内などを行いました。会場外のボランティアは腕章とバッジを着用し、選手、関係者の羽田空港での出迎えなどの活動をしました。丸3、ホームページでは、組織委員会のホームページは7言語に対応しました。丸4、ICT ツール活用では、会場等で翻訳機、ポケトークを使って対応し、選手村では翻訳アプリを使って選手の滞在をサポートしました。次お願いします。多言語放送システムについてです。オリンピック38会場、パラリンピック21会場に整備しました。おもてなしガイドアプリを使って、会場内のアナウンスを翻訳し、スマホに文字で表示します。あらかじめ翻訳した文章をアプリに表示する定型文アナウンスは、全会場共通で使用する入場時の注意事項や、競技会場内の案内、緊急時の案内などで使用しました。多言語同時翻訳システムは、競技実況や式典の進行など、ライブで発信される情報をその場で翻訳し、文字で表示します。リアルタイムで翻訳文がスマホに表示されるので、会場の雰囲気が伝わります。次お願いします。実際のアプリ画面です。左が定型文アナウンスを中国語で表示した時のもの、右側が同時翻訳の文章を表示したアプリ画面です。こちらはオリンピック閉会式の映像がありますのでご覧ください。申し訳ございません、少々投影に時間がかかりますので、こちらのご紹介を割愛させていただきます。次、お願いします。多言語放送システムの開発秘話の一部をご紹介します。運用面では、開閉会式の状況配信で、式典を見ながらでも読みやすいように、配信文章を一文ごとに区切ってスマホに表示できるように改善しました。MC アナウンスの配信では、会場にスタッフがいなくても自動運用できる仕組みを開発し、大会期間中は遠隔監視で配信状況を確認していました。次、お願いします。技術面では、総務省研究事業の一環で2つの改善を実施しました。多言語同時翻訳の仕組みのうち、音源分離技術の開発と機械翻訳エンジンの改善です。特に機械翻訳エンジンでは、音声認識結果が大会の固有名詞や
品質単語に優先変換されるようにし、表示を向上させました。この後、多言語翻訳技術の研究開発を進めている総務省から、今後の展望をお話しいただきます。それでは、総務省国際戦略局技術政策課研究推進室の小川室長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。総務省研究推進室長の小川でございます。多言語翻訳技術の今後についてご紹介させていただきます。次お願いいたします。ただいまご紹介いただきましたように、東京2020大会では総務省および国立研究開発法人情報通信研究機構が開発をしてまいりました多言語翻訳技術を活用いただきまして、誠にありがとうございます。またこの開発にあたりまして、協議会の皆様のご協力もいただきまして、実証等ご協力いただきましたことを深く感謝申し上げます。多言語翻訳技術の将来像でございますが、総務省では昨年の3月に新たな計画でございますグローバルコミュニケーション計画2025を発表しております。この計画の中で2025年に向けて AI による同時通訳を実現するためにさらなる技術開発を実施をするということで取り組んでいるところでございます。この下の目標のところでございますが、2020年日常生活やビジネスを支える翻訳ということで、これは主に逐次の翻訳につきましては東京2020大会でもアプリそれから翻訳機ということでご活用いただいた形ですでに実現をしたものというふうに評価をしております。今後に向けまして2025年に向けて文脈話者の意図等を補う同時通訳、この実現に向けた研究開発技術の高度化に取り組んでいるところでございます。本日会場でご覧いただいております画面の左右にございます字幕、これも現在開発中の技術につきましてを活用していただいて実証をしているものでございます。この同時翻訳同時通訳技術の研究開発におきましては AI を活用しましてビジネス国際会議での議論に活用可能なレベルの同時通訳を実現するための研究開発に取り組んでいるところでございます。2020年から2024年度の5カ年計画で現在進行をしております。次お願いいたします。2025年には大阪・関西万博が開催の予定でございます。これに向けまして現在博覧会協会様内閣官房様とも緊密に連携をいたしまして、この大阪関西万博に向けてさまざまな形でこの同時通訳技術を活用していただくということで技術開発に取り組んでいるところでございます。このために必要な要素技術の開発であるとか AI の学習用の言語データの整備を現在進めているところでございます。ここに記載してございますように、ここの図は大阪関西万博の出展参加説明会資料からの抜粋でございますけれども、万博での活用として万博公式アプリでの多言語同時通訳であるとかバーチャル会場での通訳ウェブ会議それから会場内での端末ロボットの案内による活用、まあ、こういったような活用が期待をされているところでございます。こういった東京2020大会のレガシーをさらに発展させまして大阪・関西万博での同時通訳実現に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。ありがとうございました。多言語対応が着実に進んできたこと、それが外国の方々にも評価されていることの報告がございました。また多言語放送システムの整備運用にあたりましては総務省とも連携をしてきたところでございます。大会時に得られた知見は今後の国際イベントなどにも生かしてまいります。続きまして議題の4、オフィシャルショップで実感した東京都観光のポテンシャルと題し、丸善ジュンク堂書店の古谷文久様から講演をお願いいたします。古谷様は大会期間中東京2020オフィシャルショップ丸の内店で大会公式グッズを販売されていました。本日は実体験とともに今後の外国人観光客への期待や多言語の取り組みなどについてお話をいただきます。それでは古谷様どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。
丸善純駆動商店、私は丸善丸の内本店に勤務してます古谷と申します。どうぞよろしくお願いします。今日は、オフィシャルショップで実感した東京都観光のポテンシャル、ということで、お話しさせていただく場をいただきまして、ありがとうございます。次お願いします。大会オフィシャルショップのグッズの販売について、まず、ご説明させていただきます。で弊社はですね、東京駅の、丸の内の北口の目の前の、立地で、書店として、運営をしております。でそこの、2階にですね、2019年の6月の28日から、2021年、今年ですね、9月の20日まで、東京2020オフィシャルショップ丸の内店、ということで、運営をさせていただきました。でオフィシャルショップを運営するしないの経緯についてもいろいろありまして、もともとはですね2018年の7月のミライトアとソメイティのマスコットの発表とともに一般店として売り場を作ったことから始まりました。その時のインパクトがすごくてですね、9時オープンで、そこから準備を始めたんですけども、売り場が出来上がる、段階の前からお客様がですね、商品をですねどんどん、購入いただきまして、特にぬいぐるみがですねすぐに売り切れてしまったという経緯がありました。で、そういった経験というのはほとんどなかったので、これがですねオフィシャルショップとして運営ができたら、今書店や文具店でこう厳しい環境に置かれている中で新しい取り組みができたら、ということで、ぜひこうオフィシャルショップを運営したいということで、誘致が始まりました。で、いろいろあったんですけども、こうオフィシャルショップが運営できる、というふうに、なって、なんとか、こぎつけてこう運営を開始したということがありました。ただ2020年の3月ぐらいまではですね、こうコロナの影響の前まではお客様の反応として日本のお客様、外国人のお客様もかなり多くのお客様が来店されて順調に売り上げも伸びていたんですけども、ただですねコロナの影響が思いっきり出てしまった2020年の4月からはですね日本人のお客様がちらちら来るだけでですねお客様の来店というのが本当にまばらになってしまいました。で会社としてはですねしっかりこう売上の計画運営計画を立てて各メーカーの在庫の確保や売り場の増床や在庫置き場の問題とかそういったものもしっかりこう運営をしながら計画を立てながらやっていったのですがコロナの影響になってその計画がですね全てなくなってしまいました。でやっと7月の23日にオリンピックが開幕するという直前のところでそれでもどういうふうにお客様がいらっしゃるのかどうかというのが分からない状況での運営だったんですけども実際蓋を開けたらですねものすごい多くのお客様がいらっしゃってですね桁違いの売り上げを記録する日々が続きました。実際にはですねオリンピックの開幕の前の直近の売り上げよりもですね比率が1対9ぐらい6月に100人いらっしゃってたお客様が7月になったら1000人いらっしゃるような購入されるお客様がそれぐらい増えていくようなそういった中での運営になりました。このところがすごくですね私もものすごくインパクトがありましてこういった経験がねできたのはこれからのね運営にすごくつながっていくなというふうには思っているんですけどもやはり大会期間中東京のこの中心で東京駅の近くでこういった立地でオフィシャルグッズを扱うということのポテンシャルをものすごく実感したというのが一番のところでございます。はい、次お願いします。で大会オフィシャルグッズいろんな種類があったんですけどもまずですね一番左上が東京2020オフィシャルショップ丸の内店です。でその左下のところに売り場の様子があります。で皆さんもよくご承知かと思うんですけども、T シャツがあったりぬいぐるみがあったりピンバッジがあったりタオルがあったりユニフォームがあったりとか
そういうグッズが、一番皆さんはよく、知ってらっしゃるかと思うんですけども、私がちょっと思い入れのあるグッズの、画像をちょっと少し入れてみました。一番上の真ん中が、小判ですね、100万円以上するものもある、そういったグッズもありました。一番右上が、ピンバッジの、セットですね。こういった高額の商品も、もう、売り切れるぐらい、お客様からの問い合わせがありました。で、一番下の左から2番目ですね、メダリオンといいまして、機械で刻印をすることができるんですね。でこのメダリオンを購入されて刻印をするお客様も、すごく並ばれて、いたという印象があります。あと、ちょうど真ん中の右から2番目の上の段ですね、トミカの、ジャパンタクシー、これが、一番、期間中売れたというふうに聞いています。でその下が、女の子に人気のリカちゃん人形とか、そういったものもありました。で一番右下の、グッズがですね、私が一番実は思い入れがあるんですけども、招き猫ですね。これこそ外国人のお客様に必ず購入いただけるなと思ってましたし、これをねしっかり用意することが、どういう売れ方するのかが楽しみでいた商品なんですけども、実際、コロナになってしまって大会直前までは全く売れませんでした。で大会、が開始されてからどうなるのかなって思っていたんですが、これがですねもうすぐ売り切れてしまった、という、ぬいぐるみでございました。吉徳さんの人形なんですけどね、こちらの、グッズの売り行きが、外国のお客様がいない中でもこれだけ、出るのかという、そういった、驚きの、売れ方をしたグッズではありました。でオフィシャルショップで感じたことというのは、ほとんど、外国のお客様や観光のお客様がいない中で、それでも、これだけの、反響があってお客様が、いらっしゃった、というのはもちろんなんですけども、本当はもっとさらにお客様がいらっしゃったんだろうなというふうに思うと、さらに想像する、売り場の状況があったんだなっていうのが分かります。ただそれがね実際は、経験できなかったんですけども、それでも、当初、弊社が予定していた運営の計画というのを、オリンピックが開幕したと同時に、急遽、また開始することになって、それを、実現させて終えることができたっていう、このオリンピックが開幕してから、あとは9月の20日の閉店するまでのところでの、経験というのは、今後の、糧に、とてもなるなというふうに思い、実感した、期間でございました。はい、次お願いします。で、実はですね、2020年の12月ですね、東京グッズの販売っていうのも行いました。東京をもっと楽しもうという、タイトルでフェアを開催したんですけども、本当はですね、これもですね、オリンピックの、開催と同時に、併売を目的で、イベントをする予定のグッズでございました。ただ、コロナの影響で、観光のお客様がいらっしゃらないということが分かったので延期に、してたんですけども、実際はですね、2020年の12月に開催をすることになりました。開催理由としては、東京を題材とした書籍がすごく売れてたんですね。地球の歩き方、東京など、そういった書籍でございます。で、なんでかっていうと、コロナ禍で移動ができない、都民の、方が、東京のことをよく知りたいという思いがすごく表面化していたことが、分かったことが、開催の理由になりました。東京のことを知ってもらうための書籍のコーナーを設置して、東京の魅力を国内外に発信していくためのアイコンである東京特許を使った東京お土産を同時販売、というのを、昨年、した次第でございます。で、観光客だけでなく都民の方も東京に関心があるんだなというのはすごく実感したんですけども、去年は昨年は
東京の方に向けて、開催した、この、東京東京グッズの販売なんですけども、今年また開催いたします。今月の27日から、来月の1月の18日まで第2弾として、開催します。東京2020のグッズの流れを、ね、このまま東京東京にこう引き継ぐような形でできたらなというふうに思いも、あるんですけども、もしよろしければ皆さんもぜひご来店いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、次お願いします。はい、で小売業における観光客への期待、というところなんですが、現在コロナの影響は薄れつつあるんですけども、観光客、日本人、外国人の来客はコロナの前の水準に回復しておりません。特にインバウンド需要はいつ回復するのかわからない状況でございます。で、オフィシャルショップやフェアを運営して分かったことなんですけども、やはりですね、ここにしかないもの、ここでしか実感できないものの提供というのが、観光客の誘致につながるのかなというふうに、と思っております。で、回復に今できることというのを、しっかりやっていっているんですけども、観光客の関心事をしっかり分析して、限られたもの空間の提供をして、お客様にしっかりとアピール、告知をすると、いうのが、必要かなというふうに、感じております。次お願いします。で、オフィシャルショップの経験をもとに新しいオフィシャルショップを、展開、しました。絵本図東京、という、店名でございます。10月の20日にオープンしました。絵本や書籍から発信されたキャラクターグッズを絵本の世界を楽しめる空間として、絵本図東京の店名で、開始しました。東京に来たらここに来よう、絵本グッズをお土産にしようというように、観光として来店していただけるショップを、目指しております。特に日本の絵本作家さんの、キャラクターグッズというのを、取り上げております。日本の絵本作家さんのグッズというのは、ロングセラー、なんですけどもまだ市場が小さい、というところに目をつけました。日本の漫画やアニメの市場大きいんですけども、まだね、日本の絵本作家の市場というのはこれから開拓する余地があるというところと、そういったところのグッズをオリジナル化することで、ここでしか手に入らないものや実感できるものということに捉えていただくものとして展開しております。はい、次お願いします。で、外国人観光客を迎えるための、多言語対応の取り組みと今後についてです。まず多言語対応の取り組みなんですけども、丸の内本店では、洋書売り場、洋書の売り場があるんですね。洋書売り場のスタッフによる英語対応が基本でした。で、中国語やフランス語や、他の、国の対応も、してはきているんですけども、来ていたんですけども、大会期間中オフィシャルショップでは、スマートフォンの翻訳アプリや、多言語、店頭、接客補助ツール、指差し会話シート、こういったものを使用して、免税対応とかも、していました。で、今後の取り組みとしては、オフィシャルショップでの経験をやっぱり生かしていかなければいけないので、外国人観光客へ接客方法をしっかり検討していく準備をしていきたいと思っております。小売業の多言語ガイドラインの内容を売り場スタッフに共有して接客方法を見直ししていきます。小売業の多言語対応ガイドライン公式ホームページの接客用語やフレーズ検索で、書籍関連の多言語翻訳をして、正しく翻訳した多言語、店頭接客補助ツールを活用、するなど、こういったことを、していきたいと思います。今はまだだと思うんですが、いずれ回復していくインバウンドの需要に向けた、準備というのを、これから、していくことで、観光客を迎える準備というのをできればと思っています。最後になんですけども、オリンピックのキャッチフレーズですね、一生ものキャンペーンというのがありました。で、今回私は本当に一生ものの経験をできたなというのを売り場で、経験したと思っています。
で、この経験を、一事業者ですけども、一店舗で、しっかり、東京に来る観光のお客様を迎えることで、今後も実践していければと思っております。今日はありがとうございました。古谷様、誠にありがとうございました。コロナ禍でのご苦労ですとか、店舗での舞台裏、あるいは実体験に基づいた気づきなど、非常に興味深いお話でございました。ニーズに合わせた多言語対応は、他の小売業の皆様にもきっと参考になったのではないでしょうか。私も12月27日以降の丸の内の方行って買い物させていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、議題の後、有識者による公表に移ります。本日は早稲田大学教育学部のバックハウス教授にお越しいただいており、本協議会の取り組みについてご公表をいただきます。教授にはこれまでも多言語対応表示、標識等の調査、あるいは普及啓発 DVD の監修にも携わっていただいております。それではバックハウス教授、よろしくお願い申し上げます。今ご紹介に預かりました早稲田大学のバックハウスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今のご紹介にもありましたように、私はもうこの、多言語対応協議会に、割と、早い段階からお付き合いさせていただき、とても光栄に思っております。で、今日はその最終回ということで、少し、その東京の多言語化全体を、私の専門である社会言語学の観点からについて評価したいと思います。次お願いします。こちらが本発表の流れなんですけれども、まず位置としてはその多言語化の全体的な課題としていくつか簡単に説明したいと思います。その後多言語政策の領域について簡単にまとめたいと思います。3点目としては、今回の、先ほども、紹介としてありました、調査結果について少しだけ追加コメントをさせていただきます。そして最後に、At the end of this presentation there will be a little translation experiment、which you may be looking forward to。日本語にとりあえず戻ります。次お願いします。でまず、多言語化の課題について、いくつかここで述べてみたんですけれども、並べてみたんですけれども、一つはまず基本の基本というのは、使用言語でどの言語で情報を提供するかということですね。ここではもう90年代から始まった動きですけれども、今、2020年、現在として、固定している、徹底しているパターンとしては、できればバイリンガル情報で、日本語プラス英語、そして場合によっては首都圏に限って言えばプラス中国語、韓国語という、2プラス2というパターンが、徹底しています。そしてその言語が決まった後、具体的にどのような、情報を、訳すかについても、意外と複雑な作業ではあります。例えば次お願いします。こちらの、出ている、地下鉄でよく使われていたバイリンガルな看板なんですけれども、バイリンガルというのは、上のお知らせは、その隣に英語ノーティスがついているんです。ただしその具体的な内容としては日本語のみになりますね。そうしますと、見た目はバイリンガルですけれども、日本語の読めない人にはあまり情報価値はないということでありますけれども、それはもう、最近になって、
こちらのようなものがなくなりつつあり、で次お願いします。今出てきた右の方から、デザインは全く同じなんですけれども、でこちらもまたタイトルとしては上にお知らせでインフォメーション英語がありますね。ただしそれに加えて、内容についても簡単ではありますが、一番下の行で Crowded Area というふうに書いて、そこでやはりここ内容は何なのか、ここは混みやすいところなので要注意とか、情報、必要な情報は伝わります、ということで、似たようなものですけれども、やはりどの内容をどこまで訳すかについてかなり、注意点もあるということです。次お願いします。次は、翻訳、または本字という英語で、translation または transliteration、というかなり複雑な奥の深い話なんですけれども、簡単に言いますと、次お願いします。基本ルールは一般、固有名詞、特に今地名は、そのままもう訳さないで、そのままローマ字の日本語で書きます。例えばこちら下の例ですね。カッパ橋は訳しても仕方がないので、そのままローマ字でカッパ橋、本字というような方針でローマ字化にして、ただしその後の道具街はそれをそのままローマ字で書いても具体的にどのようなものか全くわからないので、その辺は訳してキッチンウェアタウンにしますという方針で、または上の方、浅草寺は、その固有名詞、一般名詞のなかなか当てはまらないルールですね。その浅草テンプルでもおかしいし、浅草寺だったらこれがテンプルであることも通じないので、この辺、ここでは妥協としてダブって、その戦争字までローマ字化にして、プラス具体的にどういうものであるかのためにテンプルを つけるという方針が、この今回の、大会の準備としてまた徹底してきたことです。また先ほど の資料の例としても出たんですけれども、ちょうどこの都庁の話ですね。都庁がそのままローマ字化するよりも東京メトロポリタンガバメントという書き換えがもう一つの例ですね。次お願いします。要するに、必ず意味も通じるようにという考えで、その翻訳優先という意向がありました。次のテーマ、話し言葉の多言語化なんですけれども、今私がこちらで紹介している例でも分かるように、まずは書き言葉が対象になります。そのバイリンガル化、多言語化になりますけれども、最近はそれだけでなく話し言葉も、対象になっています。一つの例は電車の車内放送で、例えばアナウンスがですね、もう数年前から、日本語の後英語のアナウンスも、あります。でそれは最近まではそれ機械だけだったんですけれども、今ここ 2,3 年からはその実際に車掌さんが日本語のアナウンスしてから、その生で英語でも、アナウンスするようになって、でその英語はもちろん、機械よりもその完璧なアクセントのない英語ではなくて、ある程度日本語のアクセントはあるんですけれども、逆にその使う人に考えてみると、やっぱりここの電車には万が一のため英語できる人間、英語で聞いても大丈夫な人間があるというところはかなり心強い点だと思います。また今回実際に来日、観光客が
外国から来日できなかったんですけれども、そのボランティア活動も同じ考えで、やはり機械よりも人間がコミュニケーションするという、非常に、強い点だと思います。最後なんですけれども、非言語的な手段ですね。先ほどの紹介にもありましたように、ピクトグラムですね、が徹底してきて、あとは次お願いします。こちらも一つの資料として、その路線図をですね、色つけて、各駅に、その記号としてローマ字プラス番号をつけたことで、日本語が読めなくても、共通の言語がなくても、その A64 とか J6 とかですね、そこだけでも、通じるので、言語に頼らずに、その他の手段を使うのも非常に有効的な取り組みだと思います。次お願いします。次は多言語政策の領域なんですけれども、こちらは、簡単なまとめですね、対象になっていると。これ先ほど の話にもありましたけれども、私のからのポイントは、その官、国または、自治体だけでなく、本当に、民間のところも、例えば宿泊施設、小売店ですね、そして、本屋さんなどの、その分野も、含めてですね、なるべく、公共の場以外にも多言語化を撤去、推進するというのが非常に大きい、ポイントになっていると思います。次お願いします。ありがとうございます。で、で今回 の最終の調査 報告について、簡単に私の方から付け加えたい点4つあるんですけれども、まず今回、外国人観光客はもうコロナ関係で実際に来れなかったんですけれども、そのために、その意識調査は今回は、日本に住んでいる外国住民にしたこと でそれはある程度、仕方なく妥協だったかもしれないんですけれども、逆にその一時的だけ観光客として来る人だけでなく、もう長く日本に住んでその年を使用する外国人住民も含めたということでは、かなりその東京の多言語化、多民族化 の強い印にもなっていると思います。またピクトグラムの話に戻りますけれども、先ほどもそのコロナのピクトグラムは今回やっぱりいくつかセットはもうデザインのセットはもうできているんですけれども、その事情によって今回は以前考えたことのないですね、マスク着用とかソーシャルディスタンスとか、そういうようなものが突然に必要になってきて、それでその限られた時間の中でデザイン的にもこうシリーズになっているものを作るのが非常に大きな成果物だと思います。でそこでの教訓はおそらく一応で、はい、ここが全部準備ができて終わりということじゃなくて、これからも順次に、いろんなことに対応、する必要はあるということも、分かります。3点目は、調査の一つのポイントは、やっぱりスマホを使ってそこで必要な情報を取る必要が人が、増えています。皆さんも多分ご経験していると思うんですけれども、本当にスマホがないと非常に不安になったりするんで、ここがやはり Google Maps とか全てのもの、海外でも自分の言語で情報が得られるように なるので、非常に大事な、情報の手段になっています。そこでその必ずどこにいても Wi-Fi にアクセスできる、
ようにするというのが一つの大きな課題だと思います。最初に My last point is the electronic translation system that has been developed in preparation for the Olympic Games and which we are also using during this meeting today. As you can see, when I switch to English, you will promptly get a Japanese translation of what I'm saying. In other words, even if we speak different languages, it is still possible to communicate with each other. I think this is really a great system that will certainly play a big role in Tokyo's multilingual infrastructure in the years to come. And with this remark, I would like to close my presentation. Thank you very much for your kind attention. It's been a great honor to be part of this project. 皆さんご清聴ありがとうございます。バックハウス教授ありがとうございました。今回の協議会の取り組みがですね、訪日の方向けにですね、取り組んできたわけでございますが、お話ございましたように在住の方も含めたですね、幅広い海外の方、外国人に暮らしやすい社会の実現につながっているということだと思いました。これは大会のコンセプトでもあります、多様性と調和、こういったものにも寄与するものだと実感をいたしました。同時翻訳 のデモンストレーションも誠にありがとうございました。それでは続きまして意見交換の方に移ります。まず各分科会プロジェクトチーム事務局から一言発言させていただきます。交通分科会の事務局お願いいたします。事務局都市整備局でございます。これまで交通分科会にかかる取り組みにつきましてご協力くださいまして本当にありがとうございました。関係者のご協力により新宿駅をはじめとする主要9つの駅の案内サインについて多言語表記を含め改善することができました。引き続き新宿駅や渋谷駅のように周辺開発等に合わせた案内サインの充実に取り組んでまいります。今後は大会後のレガシーを見据えた東京都の取り組みにおけます大会を契機に東京全体でユニバーサルなまちづくりを展開の実現に向けてこれまでの取り組みを踏まえ関係者のご協力をいただきながら他のターミナル駅に取り組みを拡充してまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして道路分科会の事務局をお願いいたします。はい、道路分科会の活動結果について、東京都建設局から報告させていただきます。道路分科会といたしましては大会に向け外国人の皆様にも分かりやすい道路案内を目指しまして道路、交通、観光分野の関係者の皆様からご意見ご助言を賜りながら検討を行いまして本協議会でまず取り組み方針を策定いたしました。そして英語表記化、ピクトグラムや路線番号の追加表記などの取り組みを大会までに都内のみならず神奈川、千葉、埼玉県等の対象エリアにおいて実施いたしましてその結果は先ほど事務局から報告のありましたとおり皆様から高い評価をいただきました。これらの整備された施設そして記載配布方法のノウハウなどは大会のレガシーとして今後末永く活用されることになると考えております。最後にこの場をお借りしまして取り組みにご協力いただいた多くの皆様に感謝を申し上げまして道路分科会からの報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。続きまして観光サービス分科会事務局お願いいたします。はい、観光サービス分科会事務局の産業労働局でございます。
東京都では平成26年11月の取り組み方針策定以降、案内サイン標準化指針の改定や多言語コールセンターの設置など多言語対応施策を実施してまいりました。また本分科会の構成員でいらっしゃいます宿泊飲食の業界団体の皆様にも本方針に沿いまして多言語メニューの作成やホームページの多言語化などに取り組みを進めていただいてきました。関係者の皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後は東京2020大会のレガシーといたしまして本競技会での取り組みを継承し引き続き皆様と協力して観光サービス分野における多言語対応を推進してまいりたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に小売プロジェクトチーム事務局の方からお願いいたします。小売プロジェクトチームを担当させていただいておりましたジャパンショッピングツーリズム協会の事務局長でございます。よろしくお願いいたします。私からは3点皆様にコメントさせていただければと思います。まず1点目はですね、小売プロジェクトチームには大変たくさんの方々に協力をいただきました。ガイドラインを策定するにあたりましてもボランティアで参加してくださったメンバーがたくさんおりますし、ガイドラインの活用にあたっては3万点に及ぶユーザーの方がダウンロードして活用してくださいました。皆様もコンビニエンスストアなどに行かれると今は牛乳もパンもプライベートブランドはすべて多言語化されているということで、オリンピックで来場されたマスコミの方などにも喜んでいただけたというふうに思っております。この取り組みを始めたところから大会終了までこれに携わっていただいた方々、事業者の方にこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。残念ながら多くのお客様をお迎えすることはできませんでしたけれども、今回の取り組みをレガシーとして活用していきたいというふうに改めて決意しておりますというのが2点目でございます。最後に、この多言語対応協議会の、事務局の皆様に、御礼を申し上げたいというふうに思います。副知事推進本部事務局長はもちろんのこと、事務局の方々が非常に熱い思いで小売プロジェクトチームの立ち上げもご支援いただき、推進にあたっても私たちの取り組みを後押ししていただきました。小売プロジェクトチームは冒頭にありました通り事務局の皆様のご支援なければ立ち上がることもできませんでしたので、今回の協議会が小売業の多言語対応を大きく進めたこの原動力になったというふうに思っております。厚く御礼申し上げまして私からのコメントとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。誠にありがとうございます。過分なお言葉頂戴いたしました。本当にありがとうございました。日本のパンですとかお菓子ですとかアイスですとかいろんなものが海外のですねアスリートの方からですね非常にこう評価を得てインスタ含めですね発信されたと、これからぜひ日本でもですね海外の方が来れればそういったものをまたご購入いただけるんじゃないかなと大いに期待しております。次に本日お集まりをいただきました構成員の皆様からもですねご発言を頂戴したいというふうに思います。まずは日本商工会議所の地域振興部長宮沢様お願いいたします。はい、日本商工会議所の宮沢でございます。聞こえてますでしょうか。聞こえております。はい、まずもってですね関係者の皆様 の今回のご尽力本当に敬意を表するともにお礼を申し上げたいと思います。で私ども商工会議所もですね各、515号あるわけでございますけれども、まさにこの、リパラを目指してですね、多言語化に取り組ませていただいたところでございます。本日、ご説明の資料の中でもですね、北海道商工会議所連合会の取り組みもご紹介いただいておりましたし、まさに各会議所でですね、外国人のこの接客マニュアルですとか、会話の事例、指差しシートの作成提供等々ですね、取り組まさせていただきました。でまた小売業向けの接客セミナーの開催ですとか、
あるいはその観光という意味では、まあ、観光の、まあ、スポット資源を紹介する、まあ、英語版の情報誌の発行等々ですね、まさに受け入れ体制の整備と情報発信、取り組ませていただいたところでございます。で、今はちょっとコロナでですね、こうしたその、まあ、観光あるいは小売飲食の皆様、本当に大きなダメージを受けている状況ではございますけれども、皆様インバウンド回復を目指して、まあ、今後の、まあ、観光の資源の磨き上げ、魅力の発信、コンテンツの造成等々がですね、本当に重要になってまいります。で、この多言語化の取り組みというのもですね、まあ、そういったインバウンド再開に向けても重要な、またあのレガシーになっているというふうに思っております。まさにこの東京オリパラのレガシーとして今後の観光再生において受け継がれるものということで、本当に重要な取り組みだったのかなというふうに思っております。まあ、私ども日本商工会議所としてもですね、引き続きこのインバウンド再開に向けての取り組みということは対応していくということでございますので、この多言語化の協議会でいただいた、まあ、成果、引き続き観光再生に向けて生かしてまいりたいというふうに思っております。私から以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この間のご協力に心より御礼を申し上げます。またぜひ、この取り組みについてはしっかりとしたレガシーにしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。続きまして、日本民営鉄道協会常務理事、野沢様にお願いをいたします。日本民営鉄道協会の野沢と申します。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。ありがとうございます。先ほどの機会を賜って東京会議の取り組みとしては、前回でまとめられました多言語対応に対する取り組み方針に対して、参加者に通知し取り組みを促したところです。東京オリンピックパラリンピック全体会を通じに民営鉄道事業者の多言語対応に注目したことは大変良かったというふうに思います。ありがとうございました。少し音声が途切れ途切れでございましたけれども、いろんなご協力をいただきまして、本当に今後とも多言語の対応をですね、一緒にやっていきたいと思っております。ありがとうございました。本日ご欠席のですね、構成員の方々からも事前にご意見を賜っておりますので、事務局からご紹介をいたします。はい、全日本ホテル連盟様からのご意見を紹介いたします。連盟では東京2020大会を前に各支部での多言語化研修を開催しました。コロナ前だった当時は訪日外国人観光客が多く、現場が忙しく、研修参加率は低かったので、今後も引き続き研修を計画して、多言語対応に興味があるスタッフにスキルアップの機会を提供していきたいと考えております。続いて、全国空港ビル事業者協会様からのご意見を紹介いたします。新宿駅の案内サインについては、関係者のご尽力により見やすく分かりやすいサインが改善され、交通関係施設の標準モデルとして有効な取り組みでした。協議会全体として皆様のご協力により多方面の課題について一定程度以上の成果が形にされたことや、関係する多くの企業や事業者に対する国際標準に関する意識の改善等は、今後の国際的なイベントに対する取り組みの模範として大きく評価しています。災害時における外国人旅行者の安心安全確保の取り組みについては、ウィズコロナ時代の新たな旅行需要を取り込むためにも、ぜひ継続した取り組みと地方への展開を期待しております。以上です。ありがとうございました。本日予定をしております議事は以上となります。他にご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは閉会にあたりまして、内閣官房東京オリンピックパラリンピック推進本部事務局からご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。内閣官房オリパラ事務局企画推進統括官のととと申します。本日は共同座長を務める豊岡事務局長の代理として一言ご挨拶を申し上げます。オリパラ史上初の延期となりました東京大会については、コロナ禍でさまざまな制約の中で
大会が行われました。関係者の方々のご尽力、国民の皆様のご理解ご協力によりまして、開催都市及び開催国としての責任を果たし、無事に大会を終えることができたと考えております。2014年に多言語対応協議会を東京都とともに立ち上げて以降、各分科会や PT におきまして、駅サインや道路標識の改善、宿泊施設、飲食店の多言語化、ピクトグラムの作成等に取り組んでまいりました。また構成員の皆様におかれましても、さまざまな分野における多言語対応、特に大会延期決定後はコロナ禍における感染症対策に関する多言語対応なども含めて取り組んでいただきました。先ほど観光庁からの報告にもありましたとおり、訪日外国人旅行者へのアンケートによれば、旅行中に困ったこととして多言語に関する内容を挙げていた方の割合は2019年では 11% まで減少しました。これは実は2014年当時は 51.2% と半数以上に上っておりました。これだけの数字の減少はまさに皆様のご尽力により多言語対応が着実に整ってきた成果だと実感をしております。本日は本協議会におけるこれまでの取り組みの報告に加えて、マルゼン純駆動書店の古谷様からウィズコロナ時代における多言語対応の事例のご紹介、そして早稲田大学のバックハウス教授からは社会言語学から見たこれまでの多言語対応の取り組みに対する公表、そして今後の取り組み課題、そうしたことについて大変参考となるお話をいただきました。本協議会は今回をもちまして最終回となりますが、来るべきインバウンドの回復に備えて訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備を東京都やここにご参加いただいた自治体にとどまらず、日本全国において引き続き進めていくことが重要であります。2030年にインバウンド6000万人の目標に向けて、皆様方におかれましても引き続き先頭に立って、コロナなどの環境の変化、テクノロジーの進化などにも対応しつつ、ハードソフト両面から多言語対応の普及そして発展にご協力をいただきますようお願いを申し上げます。これまで長い間誠にありがとうございました。戸崎様、誠にありがとうございました。以上をもちまして、2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会を閉会いたします。8年の長きにわたり、ご支援ご協力を賜りましたこと、改めて、心より感謝を申し上げます。本日はお忙しいところ誠にありがとうございました。